関電の大井原発火災帯 F6 は活断層ではないに大きな疑問あり、関電任せの調査ではなく規制委員会の責任でトレンチ掘削を9月2日の評価会合で結論を急ぐのではなく慎重な審議を、今日は大阪から来ました。24時間で3145室の署名が集まりました。私も今日緊急で会社を早退してわざわざ大阪からここ東京までやってきました。こんな当たり前のことをお願いするためにわざわざ大阪から来るようなことをもうやらないでほしいと思っています。ぜひこのトレンチ掘削を規制委員会が主導でやってください。多くの市民と国会議員108名の要請で昨年7月大井原発火災帯調査が開始をいたしました。その調査が多くの疑問を残したまま幕引きされようとしています。でこれはきっちりおかしいと、しっかり規制委員会の立場で、規制庁の立場でしっかり調査をしていただきたい、その判断をしっかりやっていただきたいということで、国会議員が呼びかけに賛同人になっております。よろしくお願いします。で関西電力は南側トレンチで破砕帯を見つけたと、これが問題になっている F6 って言われる破砕帯であって、でしかもこれが、非常に古いものだと、活断層ではないということで、そういう見解を示した上でもうこの調査についてはそれで結論を出してほしいと、もうこの会合で終わらせてほしいという形で非常に強い委員に対して圧力をかけるようなですね、あるいは、もうこれで最終だというようなことを繰り返して述べるような場面になりました。でこれに対して、関西電力がその、南側トレンチで見つけた火災帯が古いものであるということについては各委員も同意をしまして、それがあたかももうこの委員会がこの F6 が破砕帯であって活断層ではないという結論を出すんだというような、そういうふうに受け取られかねないような報道が随分なされていると思うんですけれども、ところが前回の評価会合の内実というのは、そうではなくて、その関西電力が南側トレンチで見つけた破砕帯というのは実はその問題になっている F6 破砕帯とはですね、活動時期とかあるいは正常とかですね、あるいは傾斜とかというのがどうやら随分違うところがあるというのが、各委員からの指摘で、ですから本当にこれが F6 なのかどうかということについて、ほぼ全員の委員から疑問が出ていると、そういう状態で関西電力に対して、この破砕帯のその年代の、特定なりあるいはその状況についてきちんと説明を改めてするようにという宿題が終わされた状態で終わったというのが実際のところ。